キャスティングステーション。声玉第45回放送。収録風景を生中継でお送りします。出演、木山、浩二、爆。ね、持ってたんだけどさ、はい、ファミコンのね、はい、大公開時代を持ってたんですよ。ほうほう、ファミコンの時代からあったんだ。そうそうそう、1万何百円ぐらいあったんです。あ、で昔ファミコンって高かったよね。高かったから信長の野望的なやつが14,800円とかね。で、ようやくその大公開時代を手に入れて、ちっちゃい頃に、うんうん、よし、これで俺も海賊になるぜとか思ってたら、うん、ファミコンが壊れましたソフトだけ自由みたいな、うん、だから結局やってないっす。やってないんだ。やってない。ああ残念だね君は。あの頃ねファミコンにはまりすぎてて、俺ファミコンのやりすぎてファミコン2台テレビ1台壊してるから。なんでテレビ壊れんのファミコンね。分かんない、やりすぎたい分からんな。あのファイアーエムブレムガイデンっていうやつがあってさ、ああ、ね、ファイアーエムブレムってなんかよく俺ガイデンしかやったことないからよく分かんないんですけど、分かんない。あれ進んだら戻れないんでしょ確か。普通はまあそうですよ。そうそう、ああいうマップ系のやつはね、外伝は一回クリアしたマップに何回でも何回でも入れるんですよ。ああそうなんだ。そうだから一番最初のザコしか、はい、ザコ数人だけ出てくるようなところで、うん、延々レベル上げして、うん、職業最高まで上げて。楽しい？それすごい楽しかったよ。なんか2周目にやる感じのさやつじゃん。で、めちゃくちゃ時間かけて、うん、回復役のやつとかもさ、うん、そこで最高職まで上げて、はいはいはい、で進んでいって、うん、全4章編成とかそんなんなんだけど、うん、1章終わった時点でいつもやめてた、うん、飽きるでしょ。だってもう苦労しなくて進める。そう、一生懸命頑張って1章終わって2章の主人公がまた違うやつなんだよ。あーまた1からっていう、ね、普通1章のね頑張ってそこまで上げないからね。まあね。で嫌だって思って、もう嫌だって思ってやめてで、しばらくして嫌だじゃねえよやっぱ再チャレンジするかなと思ってまた1章から始めて、うん、で、やっぱりなんか一番最初で職業をマックスにしたくなってきて、うんうんうん、ものすごい時間をかけてやって、うん、で、また1章クリアした時点でもう嫌だってなってよ、うん、5、6回繰り返した。ね、君ね、そうやって学ばないから今でもよくね、同じ失敗。あ、まあ、さっきから放送されてると思いますが、うん、ニコ生の皆さん、はい、こんにちは。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 はい、というわけでゴールデンウィーク真っ只中でも、声玉は収録していきますよ。イエーイ。はい、皆さんは今ね、ゴールデンウィークでも家にいていただけるということでね、非常にありがたい。んだ本当にありがて、本当にありがて。はい、二人ともエセですから僕たち福岡県出身なんで、バカにしてるわけじゃないです。こういうのしか今ノリで言えなかったということで。チンチンカムカム。何それ、なんだっけ、男女の仲が非常によろしいことだっけ。チンチンカムカム。福岡の人のみんなで東北なまり、わら。いやなんでですか。不合格ってこんな感じだよ。いや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 、誤解を招くよこんな感じじゃねえよ福岡は。もっともっとひどいのもありますよ。ある意味東北とは違う、また訛りのひどさっていうのも福岡にもある。もう博多弁の、昔からの博多弁ってすごいよね。そう、いや何言ってるかわかんないよ本当に。わかんない、だって俺博多の方行かなかったから。ああ、俺知り合いにものすごい博多弁の強い人がいたから。うん、俺とか新規さんってまあ訛りはありますよ、イントネーションとか違ったりするから。でもそこまでの方言ってあんまないんだよね。あんまりね、ないね。そう、本当にあんなにこっちと変わんない。直すとしまうを、それをね、未だに間違える。そうね、物をしまうときに何々しまうって言うじゃないですか。僕たちは直すって言うんですよね。それ、その服断水直しといてとか言うと、はっって言われるんですよ。あとほうきで吐く。あれをね、はわくっていう。あ、そう、はわくっていう
もなったんだよね。だそういうのもあってもうね、博多弁はもっとひどいから、あのね、語尾がなんとかちゃがーみたいな、ちゃがって何ですかっていうね。いや俺筑豊の方だから、ちゃが言う、ちゃきとか、ちゃきね、ちゃき、はい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 、言いますね、うん、なんだその語尾はって話なんだけどね。はい、お待たせしました。はい、はい、というわけでそろそろですね、声玉の第45回だっけに収録に入っていこうかなと。してる。思いますと。ええ。若いよね。はい。ちょっとここで、あ、全然関係ないです。あ、例の終了の話をプレスリリースで今もうこれ作成調子なので、はい。まあ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 。ちょっとうるさいな。あ、違う、。ミーティングとかで、どうしよう。来週配信なんですよ、今日の収録が。そうですよね。で、でしたらそこで告知して、うん、その最後に備えられればと思って。なるほど。じゃあ今日ラストで言うか。じゃあ今日ラストで言いますか。はい、エンディングのあたりで言っていただければ、はいはい。これを言えば、こことかが言えばいいですか。いや、あの、基本的に視聴は続けてできるんですけど。わかりました。はい。はい、まあ、あの、次回で最終回みたいなやつはちょっと入れた方がいいかなと。はい、その方が多分人も集まると思う。はい、了解です。はい、12時10分です。捨てるを投げるは言わないなまあまあまあ、でも投げるって、うん、まあでも捨てるとき投げるときもあるよねぽいって、まあね、俺基本投げるよ捨てるときそれダメですよ、環境が。多分それは投げ捨てるって言うんだよねそうだね投げ捨てるって言います、ね、はい、始めます。はい、というわけで始めていきます。お願いします。お願いします。第45回声優を目指す男2人のラジオ声玉、はい、この番組は声優を目指す男2人の奮闘を主にお送りしていこうと思います。はい、思います。喉が痛い。喉痛いね。はい、というわけでゴールデンウィーク真っ只中に収録しております。はいはい、僕たちはゴールデンウィークもですね、声玉にどんどん時間を割いていってます。時間を割いていってます、はい、ゴールデンウィーク他の予定なんてないもんね。ないもんね。何にもないもんね。楽しい楽しい、人生楽しい、帰ったら、うん、これから一人カラオケ行ってそんで帰ってゲームやる満喫してんな。さすがですね、新規さん。でゲーム終わったら2ちゃん見るお前な、もうちょっと外出ようぜ天気いいしさ、もうちょっと外出ましょうよ。だって暑いしさ。いや、そう、今日暑いんですよ。暑い。本当にこのね、収録してるのは今5月の3日4日ですね。4日ですね。はい、5月4日に今収録してるんですけれども、これはですね、今日暑い暑い。ゴールデンウィークでこのいい天気だからさ、人が多くてねえ、イライラする。いやいやいや、イライラしないの。みんなそれ出かけますよ、多少は。でも人多かったよね、すごい、いつもよりね。本当に多い。あの、駅もね、人で溢れ返ってるし、うん、街に出ても人で溢れ返ってるし、うん、ねえ、もう本当にイライラする。いやいや、だからな、なんでその伊藤麻子さんのネタみたいなさもう40私イライラするみたいな感じのネタを振ろうとしてんの。いやね、でもね、だって、はい、どっか出かけることなんてないじゃん。まあ、さっき言ったように一人で出かけることになっちゃいますからね。まあね、たまに買い物に出かけるか、うん、家でゲームやってるかどっちかだもんねあのね、全部引きこもりのね、そういうこの設定を言わなくてもいいから。でも買い物出るとさ、うん、なんかみんなで楽しそうにしてる時とかあるけど、なんかその中にさ、自分でポツンって一人だけ買い物行くとさ、もうさっさと帰るよね。なんか寂しくなんない？周りに買い物とか行って、家族連れとかカップルとか行ってると、なんかこうちょっとうろちょろしようかなって思っても、なんかもうだんだんすさんでこない。俺はね、むしろ、はい、あの、あんまりなんかその辺は気にしなくて。おー、なるほど。もう元々あの、うん、買い物に行くときはとにかく早い。あー、もうあらかじめもう買うものが決まってないと買い物にまず行かなくて。あー、でもちょっとわかりますね行って買って帰るっていう。そうなんでね、俺もブラブラしようと思うんですよ。でもまあ目的のものがあって、ブラその後ブラブラしようかなと思うんだけど、うん、目的のものを買うじゃん。そうするともうなんかブラブラするのもあれだなと思ってすぐ帰っちゃうんだよね。すぐ帰っちゃうなんでだろうね、あれ。俺、男はそういうもんなのかな。まあ男でもね、多分そのウィンドウショッピング的な、単純にあの、俺らが寂しいからだと思う耐えきれないのかな他になんかこう目的もなくブラブラするのがダメなのかな。散歩とかだったらね、まあいけるんだけどね。まあまあね、散歩ってね、割り切っていってカロリーを消費するぞって思って動くもんね、ああいうのってね、うん、
ねえ、みんなはどういう風に今ゴールデンウィークを過ごしてるのか非常に気になりますね。ニコ生見てるんだよ。ああ、いやそれはいいことでしょ。朝からパソコンにへばりついてニコ生見てるんだよ。なんだお前。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、もう本当にね、声玉見ている皆さん、あの今 ねタイムリーで見ている皆さん、それからね、うん、今聞いていただいている皆さんも本当にね、本当にありがとうございます。ありがたいです。僕たち愛してますので、もっと愛してください。はい、愛が欲しい。愛を、はい、危なかった。ほら危なかった。はい、というわけでですね、愛の欲しい2人がお送りする番組でございます。今回も約30分お付き合いいただければと思います。しまうと竹になりますのでご注意ください。はい、ありがとうございます。危ういぞ。危なかった。赤タレが。いや、まあこれがね、声玉の良さっていうかさ、このギリギリ加減が。そうです、そら書いてるから。歌ってしまうとテイク2になりますのでご注意ください。書かれてるでしょ。ダメなんだから。前もあのね、もうそれ始めた当初に言われてることだから、君たまにね、こうふんふんみたいなあるから気をつけてね。無意識でね、歌っちゃうんだよね。仕事中もね、よく言われるんだよね、うるさいバイト中に歌ってるって、うん、横の人からなんで今徹子の部屋なのみたいな。歌ってんだ、やめてくれ。すっごい忙しくなってきてね、すっごい追い詰められるとついね、俺口ずさんじゃうのよ。やめてください。割と明るい歌。浦安市にある夢と魔法の王国についてもご注意ください。はい、次はコーナーです。あー来た。ちょっと準備してください。今回はですね、コアナトランが、また今回は新規さんがですね、用意してきてくれたものがあるんですけれども、あのね、もう今まで俺も思ったことはあるけど、もういや、さすがにと思ってずっと回避してきたものをですね、こいつ何も思いつかんかったっつってそれを持ってきたっていうね。あー怖い。あー今後食べれなくなるんじゃないかな。私匂い系好きね、なんかね。そうだね。臭い。もう一個のも出しとかないと。臭くはないよ。そういうもんじゃ。いや香ってごらんよ。ちょっとね、俺今お腹が空いてきたから逆に嫌だ。お腹空いてる時にそれを単体で食べればどっちもいいもんなんですけどね。準備 OK？ あ、もうちょいです。いいよ、もういいよ。本当です、それも出しといてよ。どうしようかな。こっちに入れるか。そうですね、直掛けはやめてください。はい、はい、というわけでもうあと30秒くらいしたら始まりますんでね。もういいんじゃない。いやでも君ガサガサ言うでしょ。ガサガサが入るからやめてください。歌詞が違ったさ言う。まあいいや。まあいいっすよ。はいはい、はい、あ、大丈夫ですか。いいですか。はい、お願いします。いい、あー怖い。コアナトラン。世の中にある怖そうな食べ物を片っ端から食べてみようというチャレンジ精神旺盛なコーナー、コアナトランです。はい、今ね、ちょっとね、忘れてた。知ってる。あ、こいつ完全に忘れてると思って、今ちょっと待ってたから、これ以上間が空くようだったら言おうと思ったけど、俺が何も言わないから、あ、俺だって思って言い始めたでしょ君。あのね、台本ね、パッと見たらね、油断しすぎ。あの、コージって書いてあるかと思ったら新規だった。そうだよ、あのね、ちゃんと最低限言うことにはそれぞれ振ってあんだから、そこはチェックしといてください。よし、というわけで、はい、はい、今回、ね、私、新規メガ、はい、はい、パク、新規メガ、はい、探してきました。はい、用意してきました。はい、もうね、ゲテモノ料理っていうかさ、怖いって言えばこれっていう感じですよね。もう最悪ですね、今までなんとか回避してきたものなのに。あー、もう本当に嫌です。はい、さあ、何を用意してきたかというと、発表してください。はい、ハニーフィッシュ。あのね君、ハニーフラッシュみたいに言っても全然必殺技じゃないから ね、はい、あのハニーフィッシュだっけ。ハニーフィッシュです、うん、ハニーフィッシュって皆さん知ってますかね。知ってますかね。あの、知らない人は今ね、見ながら、うん、もしくは聞きながら、うん、Google で検索してみてもらえれば出てきま す、ね、一番上の方にも、はい、ググっていただければ、ハニーフィッシュって打っていただければいいんです、うん、まあそのまんまですよ、名前の通り。うん、ね、フィッシュにハニーなんだよ。そうですね、シンキさん、ちょっと軽く説明をしてください。どういうものなのか。はい、ね、はい、タイのお刺身に、はい、はい、蜂蜜をかけます。はい、あえます。はい、終わり。食べますって感じだよね。でね、はい、これ、正直昨日の夜まで、はい、
このコアナトランで何を食べようかって思いつかなくて、うんうん、悩んでたねずっとね、うん、で時間もなくてなんか用意するような、そうね、もうだんだん夜更けてきたからもう店が開いてないっていうね、そうで、うん、思いついたの今朝なんですよ、あ、はい、そうだハニーフィッシュ食べようと思って、うんうん、もう思いつきでこれやられちゃった日にはねもうほんとイライラするよねでまあタイのお刺身なんてさ、はい、朝売ってないわけですよ、スーパー行ったところで、まあ、場所によってはないですよね、うん、朝ね、あもう困ったなどうしようと思ったところで、うん、僕には聞こえました、聞こえた、うん、アントワネットさんの声が聞こえました、マリーさんですか、うん、はい聞こえた、うん、タイがなければ、うん、アジを食べればいいじゃない、というわけで今回代わりにアジのお刺身用意してます、アジですか、臭いです、青魚ですか現状すでに臭いです、さあ皆さんね知ってると思うけど、タイってそんなにさ癖がないというか匂いってそんなないものじゃないですか、魚特有の匂いはもちろんしますよ、でもタイ特有の匂いってそんなにないじゃないですか、わ、うん、ちょっとタイ臭いなみたいのって生だとそんなないんだけど、ちょっと蜂蜜出しすぎじゃないかないいから喋ってる、用意してるから、で味はですね味はですねちょっと青魚なんで、ちょっとやっぱり青臭いというか魚独特の青魚特有のうわー匂いがするわけですよ、だからそれがその蜂蜜と合うとどうなるのかっていうのが非常に不安本当に怖い、タイは匂いがない分まだ味だけで勝負っていうか、まあ怖さがないんですけど、この蜂蜜とねこのちょっと匂いのある味っていうのがね非常に怖いです、でこれねまあ、なかなか見る機会とかないと思うんですけど、昔はちょっと前までよくテレビとかラジオでも罰ゲーム的なもので使われてたんですよ、ハニーフィッシュっていうのは。できました、それぐらいまずいらしいんで、これが味になるとどうなるかっていうのが今回すごく怖い、罰ゲームでもないのに食わなきゃいけないって何なんだっていう話ですよねこの番組は。見た目はね塩辛みたいになりました、うわー味に蜂蜜かけたらすごいですね、本当ね、なんだろうな、よく最近流行ってる焼肉の塩だれとかあるじゃないですか、うんうんうん、ね、あれがまあ生魚にというかお刺身に絡まってる感じ、まあカルパッチョと思えば見てくれは悪くはないが、蜂蜜って知ってるだけに超怖えよね、超怖い、本当に嫌になってきた俺、はい、というわけでいつもより2人ともめっちゃ喋ってます嫌すぎて、匂い嗅いでごらん匂い、あじゃあここはですねまず新規さんから言っていただきたい、俺からマジで一緒にせーのでいやだやだ怖いよ怖いから新規さん先に言ってよ、せーのだよせーの、マジ喋れないよ2人とも絶対まず新規さん、じゃあ新規さんがまず食べます、はいはい、口あーして、はいはい食べます、はいはい、はい、パクッ、はい、新規さん、何これ、新規さんのおえつを大変お聞き苦しい点があると思います、大変申し訳ございません、新規さん今喋れぬほど水を、おっと500ミリリットルの水が一気になくなっていく、さあさあひどいですよこれは、これひどい、これひどいですよ、本当に本当にひどいですこれ、口に入れた瞬間、はい、まずいとかじゃなくて、うん、拒絶反応が出た、拒絶反応そうマジですか、1回目のおえつは拒絶反応だったんですよ、いやーちょっと怖いな、俺水開けとこうかなちょっとなじゃあ2回目のおえつは味で、うん、味でああもうなんかうわー怖い、じゃあ僕行きますよ、さあどうぞ、はあお前バカじゃないのさあ今コウジさんがいただきます、ああ口に含みました、さあどうなる、うえね、そうなるよねああいやこれね、アジにハチミツもね結構な化学反応、ケミストリー起きてて結構ねきつい実際にタイに蜂蜜かけたら本物のハニーフィッシュがどんな風になるのか知りませんが、これはねこれでねやばい、おあーダメだ気持ち悪い、青魚の特有のさ生臭さと蜂蜜の風味が口の中でこう混ざり合った瞬間のね、お前この俺の右手を見ろお前この震えの止まらない俺の右手を見ろよ、握りしめてますね、どうしてくれるんですか、皆さん一つだけ言っておきます、これはちょっと冗談でもやるもんじゃないです、やるもんじゃないこれは、涙が出ている、一つだけ言おう、刺身が食えなくなるぞみんな今後は刺身と寿司はしばらく食えんな、うん、光もな俺しばらくいいかなこれお前な、でもこの後ですね僕たちは我慢して美味しくこのアジのたたきを、たたき刺身だ、うん、刺身をですねちゃんといただこうと思います。いただこうと思います。蜂蜜をかけたものまだ余ってますが、きちんと、こんなに作ると食べようと思います。
というわけでですね、ハニーフィッシュ、はい、これはですね、ぜひね、デモ Q さんにも食べていただきたい。食べていただきたい。それでも地球で生きているのを二人に食べていただきたい。そう、これはね、二人はね、絶対やってくれると僕は信じてます。うん、なんなら僕たち二人が持ってきます。なんならこれこのまま置いとくんで食べてください。次回の収録時にね、うん、声玉よりって書いてね、これ美味しいよって書いちゃうんだ。ちょっと傷んでるかもしれませんが。そうですね、これ皆さんね、パーティーでやる罰ゲームとしてはかなりレベル高い危険なものになるので、やるなら恨まれるのを覚悟してパーティーの罰ゲームとかで使うんだったらいいと思います。今まで僕たちが食べてきたものの中では群を抜いてまずい、まずい。はい、ね、もう臭みがね、蜂蜜でコーティングされてね、口の中に入れたらね、ものすごい匂いが、本当にひどいんだよこれ。はい、まあ、来週の月曜日にね、デモ Q が収録ということで、はい、来週の月曜まで置いておいていただこうということでですね、今回はこのコアナトランのコーラ、そろそろ終了、終了で。すいませんね、ちょっと異常に唾液が出るんですよ。本当に喋ってたら臭匂いが出てきて、あんま喋りたくないんですよ今。そうですね、というわけでですね、気になるけど食べるのは怖いなっていうハニーフィッシュのようなものがあったらですね、うん、バシバシ送ってきていただければと思います。思います。代わりに食べてですね、感想を言います。はい、主に新規さんが、はい、これのハニーフィッシュの罰で新規さんが来週はやってくれると思いますので、バシバシ送っていただければと思います。思います。以上、コアナトランのコーナーでした。8分20。はい。ああ、きついな、これ。これはね、本当にない。本当にこれはない。ああ、ダメだ。呼吸をすると生臭さが戻ってきて。ですね、皆さんこれ本当伝われてないと思うけど、本当はね、本当は吐き出したいです。ベって。ちょっとね、口に入れた瞬間の拒絶反応がね、吐き出したかった。でもね、やっぱり食べ物はね、粗末にしちゃいけないということで飲み込みましたけど、胃の気持ち悪さが尋常じゃないですね。なんだろうね、絶対ね、これが原因なわけないんだけど、胃がちょっと痛い。なんだろうな、新規さん、なんだろうな。なんだろう、本当にね、お前ちょっと責任取れよ。ググったらさ、ハニーフィッシュ食べた感想どんなんなんですかみたいなさ、質問が出てきて、うん、でそこにはなんか、食べたらしばらくの間何もやる気がなくなりますみたいなことが書いてあったんですよ、うん、まさにまあその状態です。そうですね、無気力相撲みたいな感じですね。はい、というわけでその気力のない中、次にフリードーグのコーナーをですね、行う。から元気でいこうと思います。思いますので、皆さん聞いていただけていただければと思います。フリードーグのコーナーに行きましょうね。はい、はい、ではお願いします。お願いします。枠取り直しはいいですか。あ、そうですね。そうですね、取り直しで、じゃあお願いします。はい、じゃあニコ生の皆さん、次枠に移動します。予想外のまずさで、いやー、テンション下がってるんですけど、一回またギア入れ替えて頑張りますので、うん、はい、じゃあ次枠も来てね。この胃の痛みなんだ。 Try to the next stage Alpha。ご視聴ありがとうございました。次枠へ移動します。